波が強いあそこ、夜間やってます。本物の鉄砲じゃないんです。アトンビーチに来ました。すごい、パラシートみたいなやってる人がいて、たまに飛んでるんですよ、パラシートみたいな。波はちょっと強めですね。こんなにいました。ウィキアって書いてあるので、ここ泳げれって意味です。水中撮ってみます。ちょっと波が強くて濁るかもしれないんですけど、高くなる。
こ今まで行かなかった一番楽しい海です。あの波ちょっと高めで僕のこんあの遠浅なんですけど、今あの辺りの奥の方にいる人たちのところ僕のこんぐらいの深さしかなくて、で多分120センチぐらいの高さしかなくて、それがずっと結構続いてて、なんですけど波がこんなにかけるのにすごい楽しいです。終わり。はい、あの普通に歩いてたらこんな貝見つけました。ちょっと洗います。もう今から出発するんですけど、何がすごいってこう普通は命綱つけてるんですけど、ここのスタッフの人たちはもう飛ぶ瞬間に乗っかってるから命綱なしでもう上空 20m ぐらいを5分間ぐらい飛んでて、結構遠さなんで落ちたら床にもう骨折じゃ済まないと思うんですけど、行きます行きます行きます。スタッフの人すごいです。はい、頑張るよ。あ、No thank you。ラーメン屋って言われた。今日はもう日が暮れちゃったんでビーチ上がったんですけど、これから近くのこう綺麗になってる街のところでご飯食べます。もう結構ライトがここぞから来る。